こんにちは。こんにちは。またまたまた同じ日に撮っちゃってるんですけど、もう一個ね、なんかね、ネタ的にね、やってみたいなっていうネタがあって、はい、今までやった球場、球技場について、いろいろ話してみたいなと思って、はい、で、ちょっとね、画面上には自分がやったことあるなっていうのをこの間にちょっと洗い出したので、ここ貼っときます。なんでこれ見ながらちょっとね会話をしてもらえると嬉しいなと思うんですよ。ホッシーライフチャンネル。いや、藤井コーチは今までどこが一番やりやすかった、はい、まあ、これコーチとして行った時もいいし、現役の時もそうだった、まあ、現役で一番まあよくやったところなんですけど、うん、アミノバイタルフィールド。ああ、そうなんだ、はい、芝の感じがちょうどアミノバイタル一番いい、はい。ああ、俺アミノバイタルあんまやったことないんだよ、俺の時代は。学生の時はもうあそこだった。あ、そうなんだ。私が一番いいなと思うのは横浜スタジアム。ああ、いいです横浜。これね、なんでいいかっていうと、なんだろう、まずね、暑くない、はい、涼しいんだよと、あとエンドゾーンが近くね。ああ。なんか結構そびえ立ってるから、はい、エンドゾーンが近くに見えるから結構好きなの。うん、もうそれとあと綺麗じゃん。綺麗ですね。あの、うん、ベンチとか控え室とかも綺麗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 。プロ野球選手がそう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 、全然綺麗なのと、はい、あと帰り中華街で飯食って帰れる。あ、そうですね、もうすぐ隣なんで。で、駐車場もそんな高くない。あ、そうなんですか。1日止めて1500円ぐらいだと思ったのかな。なんで自分はあとね、まあ東京に住んでたんで横須賀まで第三京浜で、まあ、30分もあったら着いた。あ、近いですね。うん、それがあるんで横浜スタジアムが自分の中では一押し。あ、うん、でグラウンドもいいじゃん、はい、で終わった後シャワーも入れるし、で昔のお風呂もお湯はあったんだけど、どっかの社会人チームがお風呂で暴れてそこ使用禁止になったんだよ。あ、そうなんですか。マジで本当勘弁してほしいわと。昔お風呂入れたんですけどね、今入れなくなってて、まあ、お風呂場の中のシャワーのみっていう感じなのね。うん、で、まあ昔ね、まあ、俺、まあ、一番初め、富士通とか、オービックとかにいたんだけど、その時ってさ、リーグ戦がまず5試合あって、その後ファイナルトーナメントだったのね、はい、昔ってさ、5試合中3試合、東京ドーム。ああ、でしたね。昔、3試合中、5試合中3試合、東京ドーム、1試合横スター、1試合川崎だった。川崎は前の球場。そうそうそう、前の球場の時。あ、うん、っていうね、使い方をしてて。はい、東京ドーム俺ちょっと苦手でさ、はい、やったことある？ないです。あ、ないか、はい、暑いんだよ。エアコン空調が、そうと、あと息苦しい。俺一回ノーハドルで、はい、こうオフェンスが結構ドライブしてたんだよ、はい、その時さロングスナッパーもやってたんだよ、はい、マジで12プレイぐらいなんか微妙にドライブしてって、サーダンで更新、サーダンで更新でね、あ、その後パントスナッパーみたいにカバー行くじゃん、はい、俺もその後もう倒れるかと思った。マジで倒れるかと思った。もうね、東京ドームね。で、あと東京ドーム、まあいいっていうのはお客さん結構入るんだよ。あ、それなんでかっていうと平日のナイトゲームなんだよ。あ、会社ない。そうそうそう。でみんな会社、結構丸の内近辺多いじゃん、はい、だから会社の帰りにこう見に行こうか、ビール飲みながら行こうかって俺もよく行ってたし、でそういうのがあるからお客さんは結構入るんだけど、はい、ただこれクラブチームでやってる選手とか今はどうなのか分かんないですけど、会社平日じゃん。そうですね。3時集合ぐらいなんだよ。時間的にそうなりますよね。でさ、はい、やっぱ結構大企業で働いてる人多いんだよね、はい、でさ帰れないじゃん3時。そうそうそう。半休とか取れない。そうそうそう。でも半休も取れないぐらいさ、すごい仕事大企業でやってるやついっぱいいたわけよ。あ、でさ、なんかかわいそうなのがさ、なんかもうなんかこれ言っていいのか分かんないけど、まあ、会社ってさ、出かけるときにさ、外出先とか書くじゃん。あ、はい、それみんな結構やっぱ外出って適当に書くわけよ、はい、で外出中にみんな試合やるからね。行ったことにして。そうそうそう。外出中に試合して、で試合終わった後また会社に行って、また仕事してタイムカード切って帰る。すごいですね。そういう人いっぱいいたわ。
あの直帰じゃなくて、そう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 会社行かなきゃいけないんだよ今からって言って、ね、まあそれがあるから東京ドームじゃない、でも来れないやつがいるじゃん。そうなりますよね。関西に在住してる関東の人の人とか、それがあるんだけど、うん、それしょうがないっちゃしょうがないのかなと思うし、そうで昔ってさ、東京ドームってさ、まあ俺がまあ一部、まあ、上のリーグでやってたからなんだけど、まあ大体7時から試合なんで、で2部リーグっていうのが あるじゃん、はい、2部その前にやってたの、ね、3時とか、そう3時から試合ってことは、じゃあ11時ぐらいに来なきゃダメじゃん。そうですね、はい、うん、まあ12時とかに、はい、これもはや1日休まなきゃいけない、休まなきゃいけないですね、これ大変だなっていうのを思ったことあるね、はい、なんかね昔、まあそういう東京でも、あとね駐車場が高い、あ、まあ一等地ですか、まあ基本車で行くからさ、はい、マジでねナイトゲームで東京ドームの駐車場と止めたりすると買い大体4000か5000円マジでお金かかるあれは毎回だけどなんか試合になんかね社会人で電車で行きしないんだよね、あもうあこれねすごい思った、俺もう朝日飲料でもやってて関西でやってたじゃん、そうすると関西の選手って結構電車で行くんだよ、電車でしたね、うん、関東の選手ってみんな車で行くんだよ、あのね車の持ってる度が違うんだよ関西と関東と、あ所有しているから、そう練習もみんな関東の分かんない、これはまあ富士通とオビックでやったんだけどみんな車で来る、あでもね関西の選手ってほとんど電車じゃん、あんま車で来ないじゃん、そんな、そうですね、はい、うん、これ何なんだろうと思うね、やっぱ試合会場も関西の選手はどっちかしたら電車で行くじゃん、はい、うん、関東の選手はみんななんか自家用車で行くよねっていうのがすごい違いを感じる、うん、で東京ドームで試合した後は大概まああれだね、麻布で焼肉って書いてた、ああなんかそれでまあすげえ1時2時に帰って次の日、まあ俺まあ4月の時はもう自営業だったから別に次の日、はい、まあちょっと起きるの遅くても大丈夫だったけど、みんな会社行ってすごい、ですね、すごい、いやなんかそれあるなと思ってて、で福井県に引っ越してきてからまた4月1年いたんだけど、でもやっぱ帰れないんだよね、そうナイトゲームの後にも、ね、飛行機も電車もねえじゃん、はい、ないですね、うん、もうそういうの困ったりはしてたなっていう、まあ、どっかホテル取って、まあ、生きてたっていうのはあるんだけど、まあ、東京ドームはねまずね、まあ、すごい綺麗でいいんだけど、うん、オフェンスラインはね辛いっていうか、うん、なんか息苦しい、これがあるね、なんか、うん、で私的には横浜スタジアムがベストでね、昔ね西武ドームでもやってたんで、あ狭山のもうね一番もういっぱい球場がある中で球技場もある中で一番アメフトで行きたくなかったのが西武ドーム、あの野球選手の中でもあんまり評判は、あそうなんだ、あの建物の作りが、あのあのただの屋根ですよね、そう周りがこう空いてるじゃん、でただの日陰なんだよね、ですよね、はい、でアメフトのシーズンって寒いじゃん、はい、マジ寒いから、 そっちですかでで山の上にあるじゃん、はい、標高高いわけ、はい、でなぜかいや空いてるからさ霧が入ってくるんだよ、あそうなんですか、なんかガスっちゃう、おうでなおかつ遠いじゃん、遠いですね、狭山で狭山行こうと思ったら、まあ、こうなんか俺住んだのが二子玉川とかそっち側だから、はい、こう練馬の方行ってさ、要は渋滞する方で行かなきゃいけないっていう試練があってさ、はい、そうですね、めっちゃ混んでんだよ、なんかもう読めない、あだから西武ドームの試合は嫌だったな、あと意外とロッカー来たな、あそうなんですね、うん、めっちゃ階段多いね、あとなんかもうなんかなんかとにかく大変なんだよ西武ドーム、一回前なんかそう西武ドーム昔ねカブレラってプロ野球選手いて、あなんか西武ドーム行った時なんかいたわロッカー、あそうなんですね、練習分かんないけど悪いっすよね、西武ドームはね、もう今ない。夏も暑いらしいです、ね。あ、マジで。夏やったことない。ただのなんですか、覆われた建物なんで。山並み暑いの。そのいやあの辺暑いんです。あ、そうなんだ。地域的に。あ、だからね、もう今はなくなったから良かったけど、西武ドームはもう本当嫌だったな。で、まあ旧川崎球場としてる。
してます。昔のやったことある。やったことあります。あ、はい、スタンドがある時だよ。スタンドない時。あ、ない時か。今の川崎 に、うんうん、になったのが僕が大学4年生ぐらいの時。うん、でその前までは普通の野球してたような、あの作りの競技場でした。あ、そのね、一昔前だ。もうロッテオリオンズがいた時代のままの球場だった。あ、観客席の椅子があったり。もう、ああ、ない、ない。僕ない時でしたね。ああ、昔の川崎球場、皆さん覚えてますかね。いや、年齢がね、自分ぐらいの人だったら分かると思うんですけど、昔ね、川崎球場ってもう本当ね、この野球場のちゃんとスタジアムになってる時。うわ、一番ね、俺好きだったな。うん。ピポーピポーって大丈夫。大丈夫です。はい、ね、それ何が好きだったかっていうと、まあ、川崎は家から近かったっていうのもあるけど、なんだろうな、使い勝手良かったっていうか、なんかね、川崎球場ってさ、みんな昔の人覚えてると思うんですけど、肉うどん屋さんと、なんか広島風お好み焼き屋さんだったよ。あ、そうなんですか。で、そこで食べるのがめっちゃ美味しくて、肉うどんめっちゃ美味しかったの知らないよね。全然分かんないか、分かる人いますかね、見てる人で。肉うどんの川崎球場肉うどんあれは美味しかったと、あとね、なんか使い勝手良かったね、昔、ロッカールームはちゃんとあったんですか。あ、ブルペン。あ、そうなんですか。ブルペンで着替えてたね。で、まあ、一番大学の時一番使ってたのは多分川崎球場なんで、一番思い入れがあるかなっていうのがあって、その時はね、もう昔の人工芝の絨毯みたいな。うん、痛いやつですね。痛い。あと加速したらもうこける。ああ、そうそう。もう前つんのびなく、もう止まんないで出しょ、おおって言って。スルスルでしたもんね。うん、めっちゃ引っかかるんだよ。あ、引っかかる。引っかかりやすい。あ、そうなの。もうめっちゃ。テニスコートみたいな。あれはね、昔の大井台に。あ、そうですね。あれはこけたらやばい。あれ本当に。昔絨毯で、はい、でもうスニーカーでもできたんだよね。ああ、わかりました。うん、そんな感じか。うん、はい、もうあれは加速したら止まらなかった。プロ野球場したら、まあ、川崎球場だからなんとなく好きだったな、川崎。あと駐車場が安いよね。あ、うん、でね、川崎球場問題があって、昔ね、なんか今よりもスポッターがさ、まあ、そんなに優れてない時代かな、はい、あったんだけど、この要は隣競輪場じゃん、はい、そうです、競馬場もあるじゃん、はい、無線が入っちゃうっていう事件がある。あ、だからなんか有線じゃないと、なんか、はい、競輪場のなんかが入っちゃって、はい、なんかもう聞こえない事件があったり、なんかいろいろあった、川崎球場。有線でも拾うときたまにある。マジで、なんかそういうのがあってね。でも川崎球場なんかあのね、ちょっとなんだろうな、ちょっとボロい感じでこういうのがすごい俺は好きだったな。懐かしいな、昔の川崎球場。今はね、富士通スタジオでめちゃくちゃ、すごい、あそこすごい綺麗ですね、うん、あそこ一番今あの人見やすいんじゃん、近いし、はい、あの傾斜もいいじゃん、はい、あれがね、多分今一番いいかなと思うね。そう。でね、フォローよろしくお願いします。関西で、こう、俺初めてこうなんか関西、西宮ボールっていうのがね、まあ90年代になったんだけど、大学の時。はい、関東、オール関東対オール関西で、6月末か7月頭ぐらいに西宮で試合があるんだ、はい。それがね、俺初めて行った時に、こう、どっちかしたら関西の方が、俺の時代、今もそうなのかな、お客さん入る。まあそうですね。うん、で、その初めて行った西宮スタジアムって今ないの知ってる？知ってます。行ったことある？行ったことない。あ、ない。昔、阪急ブレーブスのホームグラウンド、はい、西宮スタジアムってあったんですよ。うん、で、そこはもう結構良かったな、なんか。あ、そうなんですか。うん。だって、何がびっくりしたって言ったら、めちゃくちゃ客が入る。ああ。いや、2階席まで入ってんだよ。しかも多分当時めちゃくちゃ関西じゃ人気だったと思う。いや、びっくりした俺、なんかこんなに関西入るんだっていうぐらいお客さんが入ったのがこう西宮ボールだって、ボールゲームで、はい、あれ楽しかったなと思って。なんかただね、なんかね、なんか連盟からなんかチケットもらったけど、泊まり賃とかもらったのかな。なんか大体終わった後はこう梅田かなんかで飲んで始発で帰るっていう。ちなみに俺3回出たことなんで、これ自慢なんですよ。2、3、4。2年、3年、4年で出たことなんで。で、なんかまあ、だからそれが出てたから結構いろんな知り合いが多くて、うん、なんか、西宮ボール懐かしいな。
勝ったか負けたかも覚えてない覚えてないけど、でもあれ夏の風物詩今ないでしょ。今ないですね。昔ね、西宮ボールとでシーズンが終わった後にカレッジボールスって、これカレッジボールっていうのは4年生だけのオールスターですか、はい、関東関西のこれは川崎球場ですね。で西宮ボールっていうのは関西で、これはオール関東だよ、オール関西でやってたんだよね。うん、この試合に試合あったんだけど、今なんか終わった後になんかやってるよね。何ボール、関東はカレッジボールです、ね、あカレッジボール、今トップ8のオールスターとビッグ8のオールスターでしたっけ、うん、ああ確かそれでも一部と二部っていう、いやそうそうです、えそれってよくなくない、確かそうだったと思う。えだってビッグ8とトップ8で試合したら絶対差が出るよ。はいえそれ混戦したら面白いよね。本戦の方がいいんじゃないかなって。そうだよね。例えば上4チームと下4チームで、あと真ん中で。ああ、それは面白いよね。はい、あそうなんだ、今。はい、全然知らない。関西は、あ関西あるの？関西ないですね。なんか、今あ、関西と関東で何かやるって言ったら、もうバーシティしか。2部3部のオールスターゲームだよね。そうですね。はい、おいや、もう一回ね、復活してもらいたいな。6月末か7月ぐらいね、オール関東対オール関西、これ、ね、何がねオールスターいいかっていうと、やっぱ人のつながりができるプラスなんか学ぶことがやっぱいっぱいあるわ。あ、うん、色がチームそう。でもねシーズン中だからみんなちょっと探り出てくるわけ探りをね、うん、えじゃあそっちの大学はどういう感じなのとかなんかこう言ってくるこういうもう探り合いがあるからね、結構ねちゃんとね一歩引いて喋んないとやばい。そうですね、うん、まあ、そんな感じで今ここのまあプロ野球のグラウンドだったらそんなもんかな。でね関西だと俺王子嫌いなんだ。俺初めて関西来てやったのがこう朝日寮に来て一番初めての王子スタジアムなんだけど、はい、あのロッカールームの汚さにびっくりした、まあ、そうですね。しかもなんかいっぱいありますよね。そうあれはないわと。あと見づらいでしょ、あのスタンドですね、うん、見づらいです。ちょっと遠いんですよ、ね、そう遠いし傾斜も少ないし、はい、でさ、ロッカールームもさ、2つあるじゃん、はい、なんか上側となんか下の変な長いところ、はい、あそこで俺、あそこ見たらちょっとさ、だってさ、一応さ、さずっ と、はい、なんか東京ドームとか横浜スタジアムとかでやってたチームがだよ、あそこ見たらさ、どこらへんとか思うじゃん。言い方ですよ、スタンドから一応見えてしまうじゃないですからね。いや、俺、どうなのと思っちゃったけどね。ちょっとね、もうなんかもうちょっといいグラウンドねえのって思っちゃうね。まあそれはまあ王子も、まあ、王子のいいとこさ、駐車場から近い。そうですね、はい、でパンダすぐ見に行ける。あ動物園あります。あと駅近。あ駅も近い。近いよね、はい、まあまあその3点かなとは思うけど、うん、でね関西でやってやっぱ今緊張スタジアム良かったよね。昔なってたっけ、はい、多い第二、長い第二か。今緊張スタジアム、はい、あれも今最近使ってないでしょ。なんかさ今もう一個なんていうか外っていう、ああして長い第二球技場かな、ヤンマー陸上競技場、ね、あそうヤンマー、あそこも行ったけど、はい、なんかあそこもなんかやっぱでもトラックが邪魔なんだよね。そうですね、見ようと思うとそうですね、トラックあるとやっぱ遠くなる、遠くなるんだよね、はい、うん、で、あやっぱりあれだよね、なんだっけ長い陸上競技場良かったの。あヤンマースタジアムですか今、うん、でかいでかい方、でかい方、あそこはすごい。だって室内に50メートル走るさ、はい、こうトラックあったりさ。あそうなんですか、室内だからね。おうと、あとただあそこのね、そういうちゃんとした芝のところ行くと何がダメかっていうと、アップする時間15分しか芝入っちゃいけないとか、あそういうルールあるじゃん。 あ、ね、あるあるある、はい、でもさ芝でさ気軽に試合中だよ、はい、別にベンチエリア内のなんかただの芝のところでちょっとこうアップとかしてると怒られるんだよ。あそうなんですか。そうあれがちょっと面倒くさい気がします。うん、それはあるよね。今ねライスボール東京ドームじゃん、はい、これ新しい昔国立競技場だったんだよ。知ってる？あ聞いたことあります、ね、うん、俺よく行ってた国立競技場、はい、満員だったよ昔、国立満員だったよ。俺座れなくてさ高校の時もさ、はい、階段に座った。ああ、うん、また新しいさなんだっけ、はい、国立競技場できたじゃん、はい、あれで一回ライスボールやってもらいたいよね。そうですね、うん、なんかあそこの新しいところでオリンピック終わった後やってもらったのが面白いかなと思うんだけど、はい、
まあ、こういうね、なんか昔の話とかやっぱ球場の話は面白いよね。そうですね、うん、で昔あと横あなんだっけ千葉マリンまでやってる昔。あ、そうなんですか、うん、昔結構だからプロ野球多かったよね。大阪ドームもね、関西何回か使ってるんだ。そうですね、うん、くらいかな、野球場だとね、うん、まあ、あと甲子園。あ、そうだね、甲子園ボールがあるから甲子園。甲子園はね、なかなかね、普通のリーグ戦じゃ使えないから。そうですね、もうあとなんか名古屋ドームとかね、やって面白いよね。そうですね、あれだよね、東海リーグの好カードは名古屋ドームでやればいい、優勝決定。そう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 、はい、あ、っていうかさ、あの甲子園ボールトーナメントで来た時、相手チームが来たら名古屋ドームでやったらどうなの。そうですね、うん、なんかそうすると盛り上がるしさ、はい、あのね、リプレイが見たいじゃん。あ、だからオーロラビジョンがあるところでやるとリプレイ見れるんだよね、はい。まあ、本当はね、選手は見ちゃダメなんですよ。ダメな選手はプレー終わった後ハドルに入らないリプレイ見る。これね、絶対やっちゃいけない、これやっちゃいけない。でも気になるのは分かるけど、すっげえ気になるんだよ。俺だからセンターやってて、いや、スナップまっすぐ行ってるか確認してなと思うんだけど、でも見ちゃうとハドルは集中できないから、はい、やっぱ次に切り替えることが大事じゃん。でもそれはでもね、オフェンスコーディネーターは無理じゃん、そんなん見てる暇ねえじゃん、はい。でも他の見れるコーチが 見れるから、はい、うん、だからそれね、見てもらえる、あるとすごい便利なんだよね、オーロラビジョン。これ結構大事かなといつも思うよね。他なんか思い入れのあるとこあるの。そこの他今は川崎が一番いいと思うわ。多分アメフト見るにあたってもやるにあたっても、はい、川崎が一番ベストかなとは思う、ね、だから OL 最高だぜ、富士通スタジアムね。あと俺高校の時は駒沢大に置く、あ、駒沢大にありましたね、うん、あと駒沢陸上競技場も、あ、やったことあるわ、はい、あそこもすごい綺麗だよ、はい、あそこで関東の決勝しか僕らの時なかった。そうなんだ、あそこもすごい、試合当番でしか行ったことがないです。俺大学の時と社会人でやったの、2回ぐらいやったの。 あそこもすごいいいわ、駒沢公園広いからね。だいぶ広いですね。だいぶ広い、駒沢大とかさ、あれ駅からクソ遠くね。しかも昔土でしたから、ね、そうそうそう、はい、昔土でさ、今人工芝でしょ、はい、そうです、うん、昔土でさ、台風の時やったんだよ。あ、そうなんですか。東京ドームが中止になるぐらいの台風の時にやったのに、やってね、はい、でさ、あそこってさ、今わかんないけど、こうグラウンドがあったらロッカールーム下なんだよ。水没したからね。そうか、水没したからね、雨が強すぎて。そう、パンと蹴ってボール止まんないかね、台風で。こう全部水たまり、どこをファーストなんかわかんないけど、こう水が止まるじゃん、はい、で昔ラバーボールだったからさ、軽いじゃん、はい、でそのままシューとかにこう行くわけ。行ってマジあの勝ったの試合、そんな試合ってさ、ファンブルしたチームが負けるじゃん、まあ、そうですね、もうセンターやってたんだけど、もうエクスチェンジ命でもうブロックなんかどうでもいいとって、もう3回攻撃してパンクでいいんだよ。そうですね、でどっちかがファンブルしたら、はい、もうフィールドポジション悪くなるじゃん、はい、そしたらスコアできるから、もうその我慢の試合だったの。で大学日体ってさ、駒沢から近いんだよね。あ、すごい、はい、まあ、一駅じゃん、はい、でびっちょびちょじゃん、はい、もうこうショルバック持って、はい、ショルダー着て歩いて帰ってくるの。すごい、だって着替えでもうだって着替えもめっちゃもうどうにもなってなくて、あ、熱いびっちょびちょで。でまあ俺日体のグラウンドに今車止めてたから、まあ家近かったからね、もうね、もうびちょびちょのまま車乗って帰ったもんだろう。あ、これどうしたんだろう、電車乗って帰ったやつ。絶対周り誰も人近づいてないよ、ね、いやあれはね、今までの中で一番ひどかったな。だってロッカールームが膝下ぐらいまで水で埋まるとかなくない。着替える気しない、ね、だって東京ドーム中心になってね、なんで試合するの。しかも外で、しかも外で土で、はい、土、ひどかったな、もう今思えても、なんかそういうなんか思い出ないの。台風の中では何回かあります、まあ、台風はあるよ、あるけど、なんか水没しちゃったとか。水没はさすがにないです、ね、なんかすごいよね、なんかもう、はい、昔土だからさ、もうどんだけ土食ったんだよっていうぐらいさ、もう麺も土入っちゃってさ、はい、もうなんかどこがファーストなんかも分かんないじゃん、はい、でハーフタイムにさ、ラインとかも引けないわけよ、はい、でさ、ヤードのところにさ、天候盛りのこの折り塩みたいに、もうまあ、なんかもうお塩をこう備えてるみたいな感じでさ、なっちゃってたりさ、なんかそんなのがあってさ、
懐かしいなと思うけど、なんかそんな写真とかも探すの多分ねいっぱい出てくるのかなと思うな。だから試合会場ってやっぱこうモチベーションがやっぱ変わるから、ね、これはなんかもっとね関西もねいいグラウンドあればと思う。でも結構あるじゃん、はい、去年行ったんだけど、どこだっけ、ユニバとかもすげえ綺麗だったよ。あ、そうなんですか、うん、すごいやっぱいいグラウンドあるんだよね、うん、でも基本王子なんだよね関西で。王子かエキスポ、エキスポ、エキスポは別に悪くはないんだけど、ね、渋滞すごいよね。あのエキスポシティの的なりにある。そうそうそう、はい、それとあと隣ガンバじゃん、ガンバ大阪、ガンバの時はやばい、はい、もうね基本車で行くから、あれエキスポって行くから遠いの、俺行ったことない。遠いです。あ、遠いんだ、はい、15分ぐらい、そんな歩く、はい、いやそれも考えると嫌だしなと思うと、やっぱりナンバーワンは横須賀だな。まあ駅も近いんで、ね、横須賀の場合、うん、それはあるよね。まあちょっとね、またね思い出したらいろいろ話したいなと思うんで、またこの辺で終わりにします。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。